Shake that. Shake that. Move that.Party rockin', we came to lose control. Shake that. Came to keep the party people dancing. VLMFAO. Well, I'm red food and I'm sky blue, and we brought some friends along. Shake that.やっこ、小悪魔だよ。やっこ、ひとちゅりだよ。今回はハリウッドハイツでハイストをやっていきます。ハイストはラッシュとキャプチャーがフラッグを合わせたようなモードです。つまり爆弾を仕掛けて、バッグに入った現金を脱出ポイントに運ばなければいけないわ。バッグを2つ運ぶと犯罪者の勝ち、防ぎ切れば警察の勝ちというわけです。実にハードラインらしいモードね。そうですね、私たち派攻撃側みたいですね。BF4 マップを楽しむゲームで、ハードラインはゲームモードを楽しむゲームだと考えてるわ。ハードラインは BF4 ほど、マップの種類が豊富じゃないですもんね。どうやら、ここが激戦区みたいです。おそらくグレが大量に飛んでくるから、もう少し下がった方がいいわね。そうですね。そして、一級いただきです。どうでもいいんですが、サイトをコブラからフォロに変えてから命中率が向上しました。あなたパート3でコブラこそ飛行とか言ってたじゃない。コブラこそ飛行と言ったな。あれは嘘だ。お前の裏声はどうなってるんだよ。声帯模写です。筋肉もりもりマッチョマンの変態の声がしたわよ。こんなの声帯模写じゃないわ。ただの音声素材よ。だったら調教すればいいだろ。ダメよ、7時半にカバディの稽古があるよ。付き合えないわ。今日は休め。今日は薬日だわ。さて、コマンドごっこも一通り終わったので実況に戻りましょう。現在、ユーリポジでポクポクちょっかいかけてるわ。正直このゲームモード初めてやるんで、よくわからないんですよね。そのくせ、早速ユーリポジにつけてるのね。ふふふ、ベストポジションです。それ仲間ね。ラッケンナコラー。怖い。その後に切るほどするも、あっけなく死んだのでカット。と思ったのですが、何よ。バッグって今どこにあるんでしょう。いや、バッグを運ぶんだし、それぐらい把握しなさいよ。へへ、どこに照れる要素があったのよ。敵が頭だけ出してる時って、ヘッドショット当てやすいんでいいですね。というか、頭以外に当たる場所がないじゃない。いつまで寝てんだ、起きろ。危ない注射で復活させられる味方。大丈夫ですよ。中に、寝場所機なんて、おっと、隠れても無駄だぞ。逃げて、鉄三丁逃げて。ドーン、やったぜ。守れなかった。ビーコンからリスポンしますか。あ、なんですか。あれ、若干ペイントかけてきたし、一回下がって登ってったわね。ビーコンのくせに生意気だ。まあいいや、分隊員からリスポン。あ、あれは、ドーン、汚い花火だぜ。巻き添え食らって死にかけなんですけど、随分なお出迎えだったわね。勘弁してください、敵がいなくてよかったです。その後キルすることもなく。終了。相手の勝ちですね。こっちが攻撃側だったから、バッグを運ぶ前に全滅させられたみたいね。皆さん、ブラウザバックするには早いですよ。次は防御側、警察側よ。それじゃあ、早速ユーリポジしてゴー。ちなみに、サブウェポンに持ち帰るとダッシュ速度が速くなるんですよ。それぐらいみんな知ってるでしょ。本当はパート1で言おうと思ってたんですけどね。知ってた、これパート5よ。キル足、やったぜ。ちょっとグレが強すぎる気がするわ。そうですね、あ、ちなみにオペレーターです。最近スプラトゥーンなるものが流行ってるみたいですよ。スプラトゥーン、ウィールのソフトでイカが自分の炭をぶっかけ合うゲームです。何それやらしい。ゲーム自体も面白そうなんですが、BGM もいいんですよ。BGM がいいゲームは神ゲーが多いものね。今流れてる BGM も、そのスプラトゥーンの BGM なんですよ。よかったらみんなも聞いてね。私はしっかり中毒です。で、こんなところにいたんかい。捨てたら周りが見えなくなるから、あまりおすすめしないわ。そして、芋砂としてネットにさらされるんですね。わかります。嫌な時代ね。現在バッグを奪還中です。警察側はバッグ周辺を時間制圧することで、バッグを取れるわ。つまりここには敵がガンガン攻めてくると。そういうことね。ガン待ちでうまうま確定じゃないですか。やだ、そこの味方さん、私を一人にしないでください。じゃあ、蘇生しなさいよ。これ、裏に絶対敵いますよ。あうち、ほらほら、無理に飛び込まないというのも重要なことですよ。何クソ真面目にやってんのよ。そこは死んで笑い取るとこでしょ。キュアル、キャラ崩壊してますよ。おっと、いけないいけない。さて、バッグも取り返したし、しばらくここを守りなさい。あばばばば、揺れる。レボリューションが起こる時の揺れ、もう少しどうにかならないかしら。これじゃあ、とても狙えたものじゃありませんね。またビーコンが荒ぶってますね。もう、気にしたら負けよ。せやな。おっと、バッグが盗まれたようです。取り返してくるのよ。もちろんですとも。少し視聴者の方に質問があるんですよ。ハードラインの視野角どれくらいにしてますか。ちなみに私たちは、最大の120にしてるわ。視野角が広いことで広範囲を見ることができるので、クリアリングが楽になるわ。あとは、新幹線のようにスピード感のある戦闘ができるのも魅力の一つですよ。新幹線って面白い例えね。
逆にスナイパーが上手い人は視野角が狭い人が多いんですよ。ちょろっと調べてみたけど、80から100あたりが多いみたいね。やっぱり皆さんもそれくらいが多いんですかね。よかったら皆さんの視野角をコメントで教えてほしいわ。みんなのコメント待ってるよ。実況に戻って、これがさっきのレボリューションがあったとこみたいね。この蘇生できない分隊員さんは放っておいて、そうみたいですね。随分開放的になったわね。これには坊匠さんも満面の笑みですね。今のダブルキル受けたんじゃない。窓で受ける範囲が狭まっていましたからね。そしてそのグレに意味はあったの。窓から敵が入ってくるかと思ったら、そんなことなかったです。それで別のところに投げようとしたら、壁でバウンドと。そういうわけです。てっきり、急に生きるのが申し訳なくなって自殺でもしようとしてるかと思ったわ。なんですかそれ。状況不安定じゃないですか。そしてまた逃がす。ガバガバエイムじゃない。それは言わないでください。やったー京都市。怖っ、京都市大好き。上から狙うと有利だけど、一斉に狙われるのよね。なので、一人倒したら逃げる。ヒット&アウェイの戦法でいきますよ。やっとあなたも引くことを覚えたのね。それでも火からは逃れられないけどね。死者は誰？アナザーかな。アナザーなら死んでた。アナザーじゃなくても死んでるけどね。そうしてカーチンマーシーター。12キル2ですってなかなかの成績ね。えへへ。少し次回予告をします。また唐突に。次回はとある実況者さんとのコラボです。何気に初コラボね。私とは比べ物にならない大物実況者さんですよ。初めてなのに荷が重いわね。その実況者さんのゆっくりを私たちの動画に出させていただく形になります。期待して待っててほしいわ。それではご視聴ありがとうございました。